しまえば全てが終わる。死ねば助かるのに。麻雀がわかるのか。いや全然、ただ今気配が死んでいた。背中に勝とうという強さがない。ただ助かろうとしている。博打で負けが込んだ人間が最後に陥る思考回路。あんたはただ怯えている。クソ、確かにこのガキの言う通りだ。どうかしていた。俺が今やっているのは博打だ。危ない橋一本渡れない男に勝機があるか。どうせ死ぬなら強く打って死ねー。